ねえ、今すぐ病院に来てくれないか。それは無理。ヒロシ、ヒロシ、目を開けて。なんでこんなことに。嘘。スカットライン。俺の名前はヒロシ。大手証券会社であるスカト証券株式会社の営業課に勤務しています。俺には結婚して1年の美人妻リリコがいます。妻は俺より2歳年上ですが、俺にベタボレなんです。ヒロシ、今日は早く帰ってくるの？なん、ごめん、今日の夜はお客さんのところに行くことになってて、ちょっと遅くなると思うんだ。あー、寂しい。やったね。かわいいな。じゃあ私も友達とご飯行ってくるね。うん、わかった。ゆっくり楽しんでおいて。わーい、ありがとう。ヒロシ大好き。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。妻はいつも笑顔で俺を送り出してくれるので、俺も毎日仕事を頑張れています。妻とは出会ってから3ヶ月というスピード結婚でした。きっかけは同僚に誘われた合コンです。ヒロシ、今度合コンするんだけどさ、お前も来ない？の、俺はそういうのはちょっと苦手で。だから言ってるんだよ。お前もいい歳だろ。彼女の一人もいないなんて情けないだろう。でも俺、若い女の子と喋るの苦手で。姉ちゃんが二人もいるのに苦手なのか？姉ちゃんは女じゃないし、どっちかっていうと男みたいっていうか、なんて俺が言ってるの聞かれたら絶対に張り倒されるけど。わかった。怖い姉ちゃんがいるから女性が苦手になっちゃったんだね。そんなことない。まあ物は試しだよ。何でも経験って言うだろ。だいたい女性が苦手って言うならまずはそれを克服すべしだ。じゃあ、というわけで俺は合コンなるものに人生初参加したのです。ヒロシさんって私より2歳年下なんですね。年上って嫌いですか？そんなことは全然、むしろ安心するっていうか。よかった。なんかちょろそうな男。さっき同僚の人に聞いたんですけど、ヒロシさんって営業成績すっごくいいんですってね。年収も800万近くいってるんじゃないかって。ああ、まあそんなところかな。すごい。その年でその収入ってなかなかいないですよ。俺、仕事しかすることないから。でも弱点もあるんだ。弱点って？子供の頃から体が弱くてすぐに熱出し、お腹は痛くなるし、小学校の時は入院もしょっちゅうだった。生まれた時は虚弱体質とまで言われて、お医者様には長く生きられないかもって言われたんだ。大変だったのね。家族構成は？お父さんやお母さんも体弱いの？うん、父さんと母さんはいたって健康。それに高2みたいに丈夫な姉ちゃんが2人いる。元気なジジババに小獣とが2人ってダメだこりゃ。上の姉ちゃんはもう結婚してて、下の姉ちゃんはフリーのイラストレーターでバリバリ仕事している。興味ないけどちょっと聞いとくか。で、今は実家暮らしなの？それともアパートかなんか借りてるの？実家といえば実家だけど、もともとはじいちゃんたちの家で、他の家族は父さんが新しく建てた家に住んでいるんだ。俺はそのじいちゃんの家をもらって一人暮らししてる。こっちの方が会社にも近いから。え？ってことは家持ち？場所は？スカト台だよ。うそ、高級住宅地じゃない。あの辺一等地で土地も高いんだよ。そうなの？てか随分と詳しいんだね。そりゃスカト台って言えば憧れの場所だもん。そうなんだ。そういえば近くに有名人とかも住んでるって聞いたことあるな。あんまり意識したことなかったけど。待って待って、これってすごい優良物件じゃないの？年収800万で家付き病気持ち？ってことは結婚してもすぐに未亡人になって家は私のものになるってことだよね。やったー、ラッキー。私あなたのこと好きかも。え、でも今日終わったばかりだよ。時間なんて関係ないわよ。一目惚れよ。恋なんて事故みたいなもんなんだから。一目惚れ？俺に？そう、あなたは私の王子様よ。なんたって家付き高収入のジジババと同居なし。おまけにとっとと天国行ってくれるなんて理想的すぎる。私たちってお似合いのカップルになると思うわ。
早速お付き合いしましょう。いいでしょ、だって私あなたのこと好きになっちゃったんだもん。わかった、こんな俺でよければよろしくお願いします。嬉しい、やっぱちょろいわ。とデリコの猛アタックを受けて交際を始めて3ヶ月後に結婚したのです。俺は大学の頃から株価や金融の流れに興味があって経済情報誌をよく読んでいました。そのおかげである程度の情報分析ができるようになっていたのです。先輩、お客様から電話がありましたよ。この間ひろしさんが辞めた方がいいって言ってくれたから買わなかった株が大暴落したって、おかげで助かりましたって。そう言ってもらえると嬉しいな。毎日コツコツと勉強している甲斐がある。先輩、お客様に喜ばれるためにっていつも勉強してますもんね。それに物腰が柔らかくてお客様の受けもいいし営業向いてますよね。いやー、それほどでも。俺も見習わなければ。俺の物腰が柔らかいと言われる理由、それはきっと二人の姉のおかげなんだと思います。長女の桜子と次女の凛子、子供の頃から体の弱かった俺はよく姉に面倒を見てもらいました。お姫様ごっこではいつも家来の役でしたが。お前、今日ムーティテイク休んだだろ。うん、ちょっとお腹が痛くて。嘘つき、ケビューでる運動運地だからズルして休んだんだ。そんなことしてないよ。絶対そうだ、今から俺たちが体育の授業してやる。やめて。こら、あんたたち何やってんの。うちの弟に嫌がらせしたらただじゃおかないよ。鬼ババが来た。誰が鬼ババじゃ、この悪ガキどもが。不明無景気のくせにやろう。俺が同級生にからかわれていたらいつも二人の姉のどちらかが飛んできて退治してくれました。ヒロシは頼りないんだからもっと男らしくしっかりしなさい。姉ちゃんたちみたいに。ちょっとそれどういう意味よ。言葉のまんまだけど。あんたね、そんなこと言ってると今に痛い目に遭うわよ。てか今痛い目に遭ってみる。ああごめんなさい。とちょっと怖いところもありますが、いざとなると必ず俺の味方をしてくれる頼もしい姉たちです。実家に結婚の挨拶にリリコを連れて行った時、両親はニコニコして迎えてくれました。まあまあ綺麗な人じゃない。こんな綺麗な人がヒロシのお嫁さんになってくれるなんてよかったわね。しかし姉たちはどことなく不満そうな顔をしていました。この時の俺はリリコが美人だから姉たちが嫉妬しているんだと思っていたのです。ねえ、本当にあの子と結婚するの？もちろん、リリコは俺なしじゃ生きていけないって言ってるんだ。なんか随分と派手な子でヒロシとは全然似合ってないように思うけど。それって美人ってことだよね。いや、そうは言ってない。だいたいあの子、ヒロシのどこがいいって言ってるの？なんかさ、一目惚れなんだって。一目惚れ？どこからどう見ても平平ボンボンで全くいけてないあんたに。ちょっと姉ちゃん、そこまで言わなくても。なんか怪しいな。姉ちゃんたち、もしかして悲願でんの？俺がリリコみたいな美人と結婚するから。はあ？そんなわけないでしょ。じゃあ俺の幸せを邪魔しないでくれよ。わかったわよ、もう勝手にしなさい。今思い返すと、あの時もうちょっと姉たちの言葉に耳を貸すべきだったのかもしれません。ですが女性に不慣れな俺は美人のリリコに迫られてすっかり舞い上がっていたのです。そうして今日も俺は妻を喜ばすために必死に仕事に励んでいました。あー、やっと出かけた。毎朝見送るのだるいわね。さて今日は何を着ていこうかな。そうだ、この間ヒロシのカートで買った新しい服にしよっと。すんげえ高級レストランじゃないか。いいのかよ。いいのいいの、私にはこれがあるから。旦那のクレカか。まあ私のカードでも一緒だけどね。どうせ支払いはヒロシのお給料からだから。いいよな、稼ぐ旦那がいて。何言ってんの、あんたが稼がない男だから他の男と結婚したんだよ。俺だってたまには金持ってるぜ。どうせギャンブルじゃん。ついてる時はついてるんだよ。あんたってほんと顔だけだよね。
でもそんな俺がいいんだろう。まあね、真面目くさいヒロシと違って気も合うし、それに美人の私はイケオみたいに若くてイケメンの方が似合うもん。一緒に歩くならやっぱ見栄えも大事だからね。その旦那とはデートしないのか。たまには行くよ、大事な ATM だし。少しくらいご機嫌取っておかないと。全然楽しくないし、いやいやだけどね。けどそのおかげで俺たちは贅沢できるんだから、それくらい仕方ないだろう。分かってるんだけどさ、でももう結婚して1年だよ。あいつ昔から体が弱いって言ってたから、私の予想ではもうとっくに天国に行っててもおかしくないんだけど、しぶといのよね。ほんともうやってらんない。でもさ、別に旦那が行くのを待たなくても、とっとと離婚して財産分与でもらえばいいじゃないか。バカね、こんなに豪遊してるんだよ。あんたにだっていろいろ買ってあげてるんだから、財産分与するお金なんて残ってないわよ。結婚してからヒロシのお金、あんたと二人で使いまくっているんだからね。家があるじゃないか。それがダメなんだな。親からもらった家は共有財産じゃないから、財産分与の対象にはならないのよ。え？お前知らねえの？え？何が？ 3,4 年前に便利な法律ができたんだよ。持ち主があの世に行ったら、配偶者がその家に永久に住める権利がもらえるらしいぜ。ということは？売るのも何するのもリリコの自由ってわけ。マジで？すごいじゃん。その法律を考えた人に感謝だね。そうなったら、あの高級一等地の家を売っ払って豪遊できるね。あー、その日が来るのが楽しみ。喜んだら喉乾いてきちゃった。すみません、高級シャンパンおかわりください。なんて会話を妻が外でしていたなんて、この時の俺はまだ知る由もありませんでした。それから数日後。ねえ、今月もこんなに使ったの？クレジットカードの請求が半端ないんだけど。だって欲しいものがいっぱいあるんだもの。それにさ、エステもネイルも最高級のところに行ってるな。でも先月は君が使った分だけで30万、今月は50万も来てるよ。これじゃ生活できないよ。何言ってるの？全然大丈夫でしょ。なんと言ってもヒロシは年収800万もあるんだから。だからって。だって私、ヒロシのために綺麗になりたいの。すべてはヒロシのためなのよ。ほら、やっぱ私ってヒロシより年上だから。俺はそんなことを気にしていないよ。私が気になるの。だから少しでも若く見られるようにしていたいの。そういう女心分かってほしいの。でもこれじゃ貯金もできないよ。私が綺麗になるためなんだからいいじゃない。っていうか貯金なんて必要ないもんね。ヒロシがくたばったら家を売ればいいだけだし、給料も全部使ってやる。子供も欲しいし、少しは貯金しないと。そんなのもっと先でいいよ。今はね、ヒロシと二人の生活を私は楽しみたいの。冗談じゃない、あんたの子供なんていらないわよ。じゃあさ、もっと頑張って稼いできたよ。そうしたら少しは貯金できるかも。絶対しないけど。わかった、俺もっと頑張るよ。そうそう、その息、それでこそ私のヒロシ、応援してるからね。うん、妻にそう言われて俺は残業も増やし、休日も出勤していました。毎日の激務にヘロヘロになっていましたが、愛する妻のためにと頑張りました。おい、ヒロシ、大丈夫かよ。お前最近働きすぎなんじゃないか。顔色悪いぞ。大丈夫だよ、これくらい。妻のために頑張らないと。おい、ヒロシ、ヒロシ。気がついたら俺は病院のベッドにいました。自分でも何が起こったのかわからなかったのですが、どうやら会社で倒れて緊急搬送されたようです。検査もありますし、しばらく入院してください。もしかして俺って悪い病気？どうしよう。とにかくリリコに連絡しなくっちゃ。もしもし、リリコ。何？今仕事中でしょ。サボってたらダメじゃない。そうじゃないんだ、俺会社で倒れて。え？しばらく入院することになりそうなんだ。今も頭がまだフラフラしていて。やっとやっとその時が来たのね。その時って？ああ、なんでもない、気にしないで。ちょっと気になるんですが。ダメダメ、男はそんな小さいことにこだわってちゃ。器
き男は何を言われても気にしない。ああ、うん、俺もしかして悪い病気かも。うんうん、きっとそうだよね。もう長くないかも。ねえ、なんか声弾んでない？まさか、もう涙ボロボロよ。ボロボロのギッチョンギッチョンに涙がちょちょ切れているわよ。ちょっと何言ってるかわからない。とにかく嘆き悲しんでいるってことよ。嬉しすぎて本当に涙が溢れそうだよ。それならいいけど、ねえ、今すぐ病院に来てくれないか？それは無理。なんでだよ。私忙しいからもう電話しないで。これからエステにも行かなきゃいけないし、お友達とディナーでレストランも予約してるのよ。エステって？そういうことだから、じゃあね。ちょっと待って、嘘だろ。それっきり妻には何度電話しても繋がりませんでした。さすがに一人では不安なので、俺は姉たちに連絡したのです。ヒロシ大丈夫？あ、姉ちゃんたち来てくれたの？当たり前でしょ。最近は体もすっかり丈夫になったと思っていたのに。ねえ、リリコさんは？それが連絡したんだけど、忙しいから来られないって。旦那が病院に担ぎ込まれたのに何やってんのよ、あの女。なんかエステだとか。エステ？ふざけてんの？だよね。こんな時に来てくれないなんて、俺って本当に愛されていたのかな。ヒロシ、とりあえず入院の準備をしましょう。じゃあ私必要なもの買い揃えてくる。お姉ちゃんはヒロシについていてあげて。わかったわ。お父さんとお母さんには先生から詳しい話を聞いてから連絡するわね。オッケー、じゃあ行ってくる。その頃リリコはというと。やったね。どうしたんだ？ヒロシがぶっ倒れて入院したって。ってことは、きっともうじきあの世に行ってくれるわよ。これでやっとあの冴えない男から解放されて、あの豪邸は私のもの。さえさめるたい。今日はヒロシは帰ってこないから家にも帰らないでいいし。そうなのか。それじゃこのまま二人で朝まで過ごしましょう。なんてリリコは浮気相手と浮かれていたのです。必要なものは買えたかな。それにしてもリリコさん、どうも怪しいのよね。そういえば前もこの辺りで見たっけ。ん？あの女、やっぱりここにいたか。おっと、逃げないうちに写真写真。これでよしと。お姉ちゃん、ちょっと。あ、リンコ戻ってきたので、先生はなんて？ヒロシはどうだって？それが翌日。疲れた。池おったらお金が入ると思って張り切っちゃって。さて、これからいい嫁を演じるためにお見舞いしてやるかって。え？ヒロシ、ヒロシ、目を開けて。なんでこんなことに。もうすっかり丈夫になったと思っていたのに。嘘。リリコさん、今頃何しに来たの？ヒロシはもう。まさか本当にこんなにあっさりあの世に行くなんて。やば、嬉しくて笑いがこみ上げてくる。私昨日は具合が悪くて来れなかったんです。へえ、具合がね。そういえばなんだかお疲れの様子ね。そうなんです、まさかこんなことになるなんて。でもこうなったら仕方ないですね。早く弁護士呼ばなきゃ。は？弁護士？何のために？決まってるじゃないですか。あの家を私のものにする手続きをしなくっちゃ。あ、言っておきますけど、お姉さんたちには分けませんよ。夫が天国に行ったら家は妻のものって決まってるんですからね。ふーん、なるほどね。だってヒロシ聞いた？え、ヒロシ？ねえヒロシ、早く起きなさいって。ちょっと桜子、何を言ってるの？お前たち仲が良かったからな。まだ現実が受け入れられないんだなって。うぎゃー、ヒロシがたたられた。何枚だ何枚だ。あれ、何この状況、みんなどうしたの？まっ
ったくいつまで寝てんのよ。なんだよ、姉ちゃんたちが朝までやれゲームだアニメ一気見だって全然寝かせてくれなかったんじゃないか。え、何？生き返ったの？これは、ねえヒロシ、リリコさんがあんたがあの世に行ったらとっとと家をもらうとか言ってるわよ。え、ヒロシが天国に行ったって思って喜んじゃってるし、大したお嫁さんだこと。ヒロシ大丈夫なの？本当に生きてるのね？え、母さん、ああ生きてるけど。ああよかった。おい、これはどういうことだ？桜子、リンコ、説明しなさい。リリコさんの本心を聞かせてもらおうと思っただけよ。本心って？お父さんもお母さんも見たでしょ、ヒロシがもうダメだったって聞いた時のリリコさんの嬉しそうな顔。あれってヒロシのことなんてなんとも思っていないっていう証じゃない。そんなことないですよ。ただ妻の権利を主張しただけです。夫がいなくなっちゃったら先行きが心配になるのは当たり前じゃないですか。権利って何？あの家はヒロシがお父さんから譲り受けたもので、妻であるあなたには何の権利もないわよ。え？だって夫があの世に行ったら妻には永久に住む権利があるはずよ。ああ、それって配偶者居住権のことね。そう、それよ。だからヒロシも天国に行けばあの家は私のものでしょ。リリコさん何か勘違いしてるのね。勘違いって？配偶者居住権っていうのはね、配偶者が亡くなった場合、残った配偶者がその家に永久に住めるという権利があるだけ。だからそう言ってるじゃん。わかんないかな。あるのは住む権利だけで、売る権利も人に貸す権利もないの。家の所有者ではないんだから。え？もちろんヒロシが本当にいなくなっちゃったら。ちょっと姉ちゃん、俺生きてるってば。うるさい、ややこしくなるから今は黙ってて。はい。ヒロシがいなくなったら妻であるあなたに相続権はあるけど、あんたたちには子供がいないから、お父さんとお母さんも非相続人になるのよ。それくらい知ってるわよ。だからそんなあなたにはとっても残念でしょうけど、ヒロシはただの過労で健康状態には全く問題ないらしいわ。今回ちゃんと休んで体力回復すれば100歳まで生きるかもよ。心配して駆けつけてやったっていうのにね。残念でした。あ、そうそう、それにこんなものもあるし。え、なにこれ？リリコさんの浮気の証拠ってとこかしら。はぁ？リリコ、お前浮気してたのか？なんでそんなものがあるのよ。私前にそのホテルの近くでリリコさんがその男と一緒にいるのを見たことがあったの。それでもしやと思って探してみたら、ビンゴ！桜子お姉ちゃんには話してたんだけど、もうちょっと証拠をつかんでからヒロシに話そうと思っていたのよ。ヒロシが倒れようがあの世に行こうがどうでもいいみたい。大事なのはヒロシの命よりもらえるお金ってとこかしらね、リリコさん。そんな。ってことで、あんたはもうここから出て行ってくれる？ヒロシ、それでいいでしょ？うん、リリコとはもうやっていけない。離婚するよ。待って、離婚は嫌！お金が使えなくなるじゃない！なるほどね。君の本音はよくわかったよ。どうやら俺はただの ATM だったんだね。そうして泣きすがる妻を姉たちが病室から追い出しました。その後で姉たちは両親からしっかり怒られていました。大事な弟を亡き者にするとはどういうことだ。本当よ、寿命が縮まる思いだったのよ。あなたたちと来たらいい年してこんな突拍子もないことをして。だってお父さんもお母さんも根が正直なんだから、こんな小芝居できないじゃない。それによく言うじゃない、敵を欺くならまず味方からって。俺にまで黙ってなくてもよかったんじゃ。ヒロシはもっとダメ。亡くなったふりなんてあんたには絶対無理。小学校の時の学芸会を思い出してみなさいよ。クソみたいな演技だったじゃない。
そうよ、そんなあんたを疲れ果てて寝かせるためにこっちも朝まで付き合ってやったんだから、逆に感謝しなさい。だから俺の好きなアニメのブルーレイボックスを持ってきたのか。本当に何をするやらですが、おかげでリリコの悪巧みが露見しました。なんだかんだで昔も今も頼りになる姉たちです。私たちのおかげで昭和女と縁が切れたんだから感謝しなさい。退院したら高級料理だね。もちろんヒロシのおごりでね。わかりました。その後妻とは離婚が成立、財産分与もきっちりしましたが、妻が散財してくれていたおかげで妻の手元に渡ったのはわずか数万円。慰謝料もきっちり請求してやりました。お前のせいで慰謝料まで請求されたじゃないか。どうしてくれるんだよ。まったくもって大損だ。もうお前とはこれまでだ。せっかく金がなけりゃお前なんてただのおばさんだよ。なんでそんなこと言うのよ。必死に自分磨きしてきたのに。そうして魔男は妻を捨てて逃げていったそうです。どうやら浮気相手にとっても妻はただの ATM だったようです。ヒロシ、あれから体調はどうなの？あんまり根詰めて仕事しないで、ゆとりを持って仕事しなさいね。うん、わかってる。さあ何食べようかな。今日はヒロシのおごりだから高い料理思いっきり食べちゃおっと。お手柔らかに。ってなんで俺の退院祝いに俺が自分で金を出すんだよ。今日は退院祝いじゃなくてヒロシの離婚祝い。退院祝いはまた家族全員揃って改めてね。その時は旦那も息子も連れてくるから盛大におごってよね。結局俺がおごるんかい。何言ってるの。ヒロシは大平家の跡取りでしょ。日頃世話になっている家族に食事くらいおごってもらわないと。はいはい、わかりましたよ。相変わらず強すぎる姉たちでますます頭が上がらなくなりそうですが、昔も今も変わらず俺の強い味方です。今後もし姉たちに何か困ったことが起きたら、その時は俺がいつでも駆けつけるつもりです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。